ビファーレン長崎対名古屋グランパスの一戦をお送りします。両チームの選手が入場してまいります。左側、青とオレンジのユニフォームがホームのビファーレン長崎、現在第14位。今日はセカンド、白のユニフォームが名古屋グランパス、現在最下位と苦しんでいます。ホームの長崎、ゴールキーパーは徳重、ディフェンスは徳永、高杉、田上です。ボランチの位置には中原と黒木が入ります。右のワイドに飯尾、左には尾長、そしてトップ下には澤田。今日は2トップを予想しています。ファンマと中村啓太という 3-5-2 のシステムで臨んでくるんではないかと思われるのが長崎です。それでは名古屋グランパスのフォーメーション図です。ゴールキーパーはワールドカップのオーストラリア予備登録メンバーにも選ばれたランゲラック。ディフェンスは今日3人。ボランチの位置に長谷川、ワシントン、右のワイドに青木、左には秋山、そしてフォワードがシャビエル、ジョー、榎本という 3-4-3 あるいは 3-4-2-1 といったシステムになるのではないかというふうに見られています。まあ、予想としてはやはりその名古屋がボールを握るっていうペースになってくると思うんですよね。まあ、それを長崎が前線からそのハイプレスをかけていくのか、まあ、それでも狙いを絞って、まあ、ブロックを敷いた状態からどっかシュートっていった榎本です。いやー、リーグ戦デビューでまずいい一発が出たんじゃないですか。そうですね、思い切りのいいね、あの素晴らしいシュートでしたよね。さあ、ファンマがボールを持った長崎、チャンスですよ。クロスが入ってきた、キーボール、シュート決まった。中村啓太、2試合連続、今シーズン4点目。いや、これはいい時間帯に取りましたね。前半3分です。あー、ゆりかごダンスですね。さあ、リプレイです。ここでね、いい形で収まって前向きの状態作りましたよね。で、中村選手のこの入り、これが素晴らしかったですね。まあ、横から来るボールなので、まあ、決してね、簡単なシュートではないんですけども、素晴らしい点だったと思いますね。前半は非常にホームの長崎がいいペースで運んでいます。クロスが流れて田上、もう一度ポストだ、シュート打った、またランゲラックだ。素晴らしいな。いや、本当素晴らしいの一言ですね。どっかにボールが来る予測のスイッチがまるであるかのように、そこにピンポイントで手が出ます。今低い位置でジョーがボールをもらいながら関わっていますが、ワシントン選手ね、これあるんですよね。インターセプト、さあ左は空いているが右に送った、中村、いやー、素晴らしい。今日2点目、後半の4分。まあ、本当ね、この中村選手のプレーって迷いがないですよね。まあ、本当にこうセオリー通りの、ね、ファーサイドへのシュートっていうところで、まあ、これはもう本当にシュートをね、中村選手をね、褒めるべきですね。さすがのランゲラックも触れませんでした。そうですね、ジョーがボールを持って、長谷川叩いて、クロスが入ってきた、ジョーの前、ワシントン、もう一度ジョーだ、落としてシャビエル、さあこぼれている、サイドネットを徳重防いだ、オフサイドですね、オフサイドですね、はい、ただその前のシュートはよく防ぎました。やっとね、本来のその名古屋のね、攻撃の形としては出てくるようになりましたね。はい、まあ、ここでそのジョー選手がね、いい落としから強烈なシュート、そしてここ数試合形になりつつあるファンマから鈴木武蔵、あるいは鈴木武蔵からファンマへのこの交代です。長崎2点のリード、澤田が左に振って尾長です。ゴール前には中村と武蔵、鈴木武蔵がいます。その鈴木武蔵、決まった、素晴らしい、長崎3点目、長
この、ね、ピンポイントのクロス、そして鈴木武蔵選手の高さですよね、はい、入り方も良かったですけども、サイドからクロス上がることでそのランゲラク選手の位置も変わってきますからね。フリックしてシャビエルへというところですが、もう一度戻ってきた。ここは奪った、泉のシュート、いやクロスバーを叩きました。惜しかったですね。さあ後半のアディショナルタイム目安の4分を回りました。ここで飯田主審の試合終了のホイッスルです。ビファーレン長崎が4試合ぶりの勝利、 J1 での5勝目、勝ち点を17に伸ばしました。